もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地のケイです。さて皆様は仕事プライベートで何か夢や目標はございますか？大きくなったらこんな職業についてみたい、いつか独立をしてみたい、今自分が担当しているブランド店舗の売上目標、月間はこれぐらいの売上到達させたいなどなど、自分で決めているものもあれば上司や会社からミッションとして与えられている目標もあるかと思います。このお父さんの秘密基地で私がもう昔からよく頻繁に言っている言葉がですね、書くだけで夢が叶うは嘘ってよく言ってます。はい、書くだけで夢なんて叶いません。これよく言ってますね。あの仕事ってそんなに、簡単でもないし、将来なりたい職業とか、例えばスポーツで全国大会に行きたいとか、いろんな夢ありますが、紙に書いただけで夢が叶うほど世の中そんなに簡単ではないんですよね。大事なのは書き方であったり、その振り返り方とか、あとはやっぱり努力とか、そんなところになってくるんですね。今日はですね、久しぶりにこちらの企画をお送りしていきたいと思います。今回の企画はこちら、仕事の目標や夢を達成するためのノート術、あなたが大事にすべき5つのことというわけで、今回はまあノートを使ったブレストというか、目標達成するまでの手順解説していくんですけれども、仕事プライベート問わず使えるようなやり方にフォーカスしていますので、ぜひ皆様最後までご視聴ください。では実践前の重要パート、いつものちょっとトークの部分ですね、ここもぜひ聞いていただければと思いますが、今日紹介する5つのこの技、考え方だけでは本当はありません。これ先言っときます。目標達成するためには5つどころか10個15個20個みたいに、本当に多岐にわたるような考え方とか行動が大事になってきます。私自身も何個あるのかなって数えたことがありません。これなぜかというとですね、やっぱり目標とか夢を叶えていくには、自分自身の努力とか考え方はもちろんですが、対外的要因という環境とか人との出会いとか、その時の世界情勢とか社会の動き、そういったものも関わってきます。結果、どれだけ自分が努力して頑張ったとしても、環境が合わなかったらその行動が評価されずに夢に到達できないケースというのもかなり多いです。これかなり多い。だからといってもう他人任せだから努力すんなというわけでは全然違います。対内的要因と対外的要因があるよということを先に伝えておきますね。対外的要因のコントロールといったらおかしいですけれども、そのあたりの意識の仕方というのはまた後日動画にしていきたいと思うので、今回は対内的要因、自分ができることのみにフォーカスしています。ではどんな考え方、どんな書き方、どのようなブレストをしながら目標を達成させていくのかですね、今から具体的に解説をしていきます。まずは一つ目は基本中の基本で、かつ目標設定の中では最強に重要なところ、何かというとゴールを具体的に決めるというところでございます。ゴールを具体的に決める。さてここを詳しく解説していきますね。あのイメージなんですけれども、家族でどこか旅行に行こうと決めた場合にですね、行き先決めますよね。東京に行こう、北海道に行こう、まあどこでも構わないんですが、行き先を決めます。要は行き先を決めなければ、そこに向かって何を準備したらいいのかとか、どれぐらいのお金を貯めないといけないのかって計算できないですよね。これ仕事も同じです。家族旅行と同様に、行き先、目標としているゴール地点を決めておかなければ、そこに到達するまでのルートすら組むことができません。じゃあ東京にしよう、北海道にしようで終わったらダメなんですね。冒頭にもお話をしたように、ゴールを具体的に決めるということなので、例えば東京に行くとなった場合、東京のどこに行くんですか、何しに行くんですかで変わってきますよね。東京の浅草に行くのか、スカイツリーに行くのか、はたまた東京タワーに行くのか、ちょっと電車に乗ってディズニーランドに行くのか、何泊で行くのかによって全然行動って変わりますよね。
海外留学でもそうです。私オーストラリアにゴールドコーストとメルボルン住んでましたが、パースに行くのかケアンズに行くのかによっても全然得れる環境とか経験って変わってきます。目標を達成するのが苦手な方の特徴の一つに、ざっくりと目標は決めるんですが、より具体的なポイントまで落とし込めないまま出発しているケースが多くあります。大事なのは大きいカテゴリーを決めた後、より細かくしていくという作業ですね。細かいポイントが決まった後に、どこに行きたいの東京というのと、全く細かい予定が決まっていないのに東京というのでは全然変わってくるわけです。まあ、紙とか iPad を使っていきながら、中央に大きいカテゴリー書きますよね。周りに放射線状に関連するようなキーワードを広げていってみましょう。そうすることによって、より具体的なビジョンというのが見えるようになってきます。一つ目、大事なのはゴールを決めるんだけれども、より細かいゴールをイメージするということでした。ぜひ試してみてください。では二つ目、ゴール決めましたよね。ここから大事なことというのは、これも当たり前ですが、ゴールから逆算して計画を作るけども、ここからですよ、逆算して作るけれども、より細かく作れでございます。はい、一つ目と同じように、ゴール決めるとかゴールから逆算するように計画を立てろというのは、目標を達成するにおいての超王道なやり方なんですけれども、ゴール設定と同様に、この計画の作り込みが甘い方がめちゃくちゃ多いです。よく私も前職のですね、先輩とか師匠からですね、計画で8割決まるぞってよく言われてたんですけれども、本当にそう言っても過言ではありません。計画悪かったら結果ってほとんど出ないので、計画の作り込みというのが大事になってきますが、先ほどの東京観光を例で立てていくと、東京観光に行くから逆算していくわけですよね。2泊3日の旅行にしよう、じゃあ浅草に行きたいから、この日は浅草、泊まるホテルはここ、朝何時にご飯、前日のホテルはここ、その前にディズニーランドに行く、昼食はディズニーランドの中にあるここのレストランで食べたい、朝新大阪出発は何時、みたいなざっくりとした予定で簡単に作れますよね。目標達成できない方というのは、このざっくりとした予定で終わっています。なので突発的なアクシデントとか読みが甘いケースがあるわけですね。今の例で少し深掘りしていくと、私の場合は大阪に住んでいるので、東京のいわゆる東京メトロとか電車関連弱いんですよね。そんな状態であの予定で行くと、絶対に電車の乗り継ぎで困ったりします。やはり何分に何線乗るのか、何線というのはどこにあるのか、そのポイントに到達するにはどの出口を出てどのルートに行かないといけないのか、その出口の目印となっているのは何なのか、あとディズニーランドでもそうですね、ご飯食べるのはいいけれども、その日の混雑状況を事前に予想しておいて、どの順番にアトラクションを回っていくのか、待機時間がどれぐらいになるのか、お土産を買う時間はどれぐらいにしておくのか、お土産の予算は何円なのか、誰に買うのか、みたいに一つの予定の中でもかなり細かく細分化していくことは可能です。浅草でもそうですよね。浅草に行ってもんじゃ焼き食べようとなった場合、もんじゃ焼き屋さんを探す時間も結構かかります。予定でもし時間がなければ、それをゆっくり探している時間もない。なのであれば、事前にどの店に行くのか調べておく、その店がもし混んでいたら次のパターンに行ってみる、どのルートで回ってみる。どうでしょうか、こうお話を教えると当たり前のように行動していますが、意外とここまでの行動計画って落とし込めてないケースが多いんです。一方で小学校とかの修学旅行ってすごいですよね。小学校の修学旅行のしおりって意外と薄っぺらくて楽しそうに書いてるんですが、あれ学校の先生があれだけの大人数の生徒の命を預かって、かつ学びのある場にしないといけないし、安心安全に実行しなければいけないので、事前のチェックからルートの確認、滞在時間、お土産屋さんまで、もうバチバチに組んでるわけですよね。だから安心安全で行けるわけ。
子供たちはめちゃめちゃ楽しいんですけれども、あれやってる先生側ってマジでも大変ってよく話では聞いています。身内から話はそれましたが、みたいにやはり学校の修学旅行ほどのやはり計画を立てておけば目標も達成しやすくなるわけ。冒頭にもお話ししたみたいに、ゴールをざっくり決めるのではなく、より細かく決めた後、その逆算する時のルートというのもしっかり細かく書いていきます。行動を細分化するやり方もブレインマッピングおすすめです。とにかくテーマとして真ん中に目標を書く、放射線上にキーワードを広げていきます。やりたいことをそれに付随して考えないといけないこと、お金のこと、人のこと、何でも構いません。とにかくキーワードを広げて広げて広げまくった後に順番を決めて順位付けをしていく、順序をつけていく。こうするだけでもかなり細かい行動計画を立てることができるはずです。ゴールからの計画はゴールからの逆算はもちろんですが、かなり細かく作ってみてください。それでは3つ目で大事なことは期日を決めるです。これはもうタスク管理、スケジュール管理の話でもよく言っていますが、もう日程決めなければ進むことができません。何歳までにこの夢を叶えたいとか、いつまでにこの海外旅行に行くとかですね、日程決めないと行動計画って落とし込むことが本当にできないので、ここを決めていきましょう。会社とかのミッションであれば、今月この売上を取ってくれとか、年間売上これを取ってくれ、3年後にこの新規事業を立ち上げてくれみたいにあるかと思いますが、プライベートも同じですよね。いつまでにこの車を買うとか、日程を決めることによって、例えば物であったり旅行であったり、そのあたりはお金がかかってきます。1ヶ月あたりにいくら貯金をしないといけないのかの計画にも落とし込むことができるし、夢でもそうですよね。プロミュージシャンになるとか、お笑い芸人になるとか、それを25歳までになるのか、35なのか、45なのか、55なのかで変わってきますよね。期日を決めなければダラ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 とずっとやってしまうことができます。時にはこの後のパートのお話にもなりますが、諦めないといけない、決断をしなければいけません。期日がなければこの決断ってできないので、まずは自分の中でゴールと合わせていつまでにそれを達成するのかという数字でしっかりとポイントを決めていきましょう。では4つ目はとりあえずやれですね。これです。とりあえずやれ。仕事であれば、まあとりあえずどころか、もうミッションがプロジェクトと一緒に動く時があるので、もう自分の力ではどうにもならん時ってあるんですが、プライベートのまあ目標ですよね。ダイエットとかもそうだし、毎日貯金する、走るもそうですね。このあたりもそうですけれども、これ決めたにもかかわらず、なんか天気が悪かったりとか、その時のテンションが高くないから今日はやめておこうかなってなると、もう全部がずれていきます。はい、ずれればずれるほどもうやるのめんどくさくなって、せっかくあれだけ考えて計画組んだのに、なんやなかったことになってるみたいなケースって結構多くあるんですね。なのでまず予定組む、行動計画を立てたら、もう目標に向かってのルートが決まったんですよね。とりあえずやるということです。一歩踏み出さなかったら何も始まりません。一歩踏み出した結果、やっぱり自分に合わないからやめたってことはあるかもしれません。やってみないとわからないことってたくさんあったりするので、ただ何も動かない状態でやっぱりやめた、どうせ無理やしっていうのは、あの宝くじ全く買わないのに、あの1億円なんか当たらんやろって言ってるのとあれ同じですよね。確率の話なんですけれども、やっぱり行動しないと結果って出てこないです。書くだけでは夢叶わないよって言ってるのはそこですね。書いたとしても、書いたことを自分が行動していかなければつながらないので、立てたい行動はしっかりと一歩前に進んでいく、やってみるということ、これ本当に大事です。とりあえず死の後の言わずに一歩踏み出す、ここを大事にしてください。ではラストいきましょう。ラスト、5つ目、大事なのは軌道修正です。これ意外とみんなしないんですよね。立てた目標は大事なんですけれども、やっぱり行動していくうちに対外的要因とか、まあ自分のモチベーションとかの状況で、そのルート通りに行くのが難しくなることって結構よくある話なんですよね。
そこでみんなね、頑張りすぎるんです。この立てた予定なんとかしないといけないとか、この売り上げ取らなければいけないっていう行動で無理するんですけれども、無理して途中でやっぱりパンクしてやめたってなるのであれば、途中で下方修正とか軌道を変えた方がいいです。今の状態だったらこの A ルート使っていくの難しいから、はい、一旦戦略会議、 A 難しいか B ルート C ルート組み直してみようとか、もともと数字100という数字を目指していたけれども、今のパワーとこの決められた期間では100無理、70に設定しておこうみたいに、目標としていた数字を下げたり、そこに到達するための歩き方を変えるというのは決して悪いことではありません。自分の気持ちとかテンションにプレッシャーをかけすぎて100をゼロにしてしまうのであれば、70にしてしまって70の結果を得る方が自分にとってプラスになります。いざやっぱりね、動くとね、なかなか下方修正ってビビってしまうんですよね。なんか悪いかなとか、自分にとってこう逃げてるんじゃないかなと思ってしまいますが、絵に描いた餅の状態で突き進むよりかは、下方修正して実現可能な数字にしている方が、次また同じような目標設定する時の財産になってくるわけですね。前回は100の目標を立てたけども、結果あの時のモチベーション、コンディション、いろんな理由から70しか到達することができなかった。今回はその反省点と経験を生かして90の数字の目標を立てようみたいに、より2回目3回目の目標設定の精度が上がってきます。大事なことというのは歩き始めてからの先にあるわけですよね。無理だったら下方修正する、今の自分にとって実現可能なルート軌道修正していくというのが大事になってきます。もし今目標に向かってすでに動いている方、しんどいな、厳しそうだなと思っている場合は、ぜひ下方修正と軌道修正してみてください。きっとその目標、夢が叶う確率というのはググッと上がってくるかと思います。はい、というわけで今回はあなたの夢と目標を叶えるために大事なこと5つ紹介しました。いかがでしたでしょうか。言葉にすると簡単ですよね。まあ、世の中書店に販売されているビジネス書とか自己啓発の本もそうですし、私が普段言っている内容もそうですが、言葉にするとすごく簡単なんです。だから一見できそうに思うんですが、これを丁寧に毎日しっかりとこうやっていくこと、積み重ねていくことというのが本当に難しいもんなんですよね。紹介した5つのテクニックというか考え方はですね、よりその中でも意識しやすい内容かつ重要なところにフォーカスしていますので、ぜひこの先ですね、下半期の予定を立てたりとか、夏休みの目標を立てる場合に参考にしてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。